皆さんこんにちは。日本でも多くの注目を集めたネットフリックス限定配信のドラマ梨泰院クラス。このドラマで主演を務めた大注目の俳優パクソジュンさん。今回はそんなパクソジュンさんの気になる熱愛彼女の噂から、恋愛スタイル、結婚観や性格までご紹介していきます。まずは簡単なプロフィールです。名前パクソジュン、ハングル表記、本名パクヨンギュ、生年月日1988年12月16日、出身地ソウル特別市、出身高校ダン国大学校師範大学附属高等学校、出身大学ソウル芸術大学演技科、事務所オーサムイエンティ、職業俳優、身長体重183cm65kg、 血液型 AB 型、兄弟弟2人。パクソジュンさんは中学生の頃までは野球選手になるのが夢でしたが、中学3年生の時にアニメーションサークルに入ったことが俳優を目指すきっかけになったようです。そして高校1年生からは俳優を夢見て演劇学院に通うようになりました。高校時代に何度か地下鉄の駅などでスカウトされたこともありましたが、母親と一緒に芸能事務所に行ったら、まずお金を払えと言われ、本当に私が必要ならお金を要求するわけがないと思い断ったこともあったそうです。高校卒業後はソウル芸術大学演技科へ進学、入学してすぐに兵役を終え、その翌年にキーイーストと契約しました。ドラマデビュー作のドリームハイツーではパッとしませんでしたが、2013年のドラマ金よ出てこいコンコンでコリアドラマアワーズ男性新人賞を受賞。これが大きなターニングポイントになったと本人も話しています。2015年のキルミーヒールミー、彼女は綺麗だったで一躍スターになり、その後は2016年のカローファラン、2017年のサムマイウェイ、2018年のキム秘書がなぜそうかなど多くの作品を主演としてヒットに導きました。2018年7月には自分を発掘して育ててくれてた10年来のマネージャーと新しい事務所に移籍し、現在はオーサム ENT に所属しているパクソジュンさん。韓国の俳優やアイドルを好きになって必ずと言っていいほど経験することは兵役でしばらく見れなくことですよね。しかし安心してください、パクソジュンはすでに兵役を終えています。俳優を目指しソウル芸術大学演劇学科に入学したパクソジュンでしたが、思うような演技ができず伸び悩んだ時期がありました。そんな時に一度全てをリセットして今後どうしていくか考える時間を作る意味でも、大学1年生の1学期を終えた2008年に兵役に行くことを決断し入隊、そして2010年5月に除隊し2011年にデビューしました。青春真っ只中ともいえる20歳前後を軍隊で過ごすという選択をしたことに多少の後悔もあったとのことですが、今となってはいい決断ができたと思っているそうです。韓国芸能界では人気絶頂ともいえるタイミングで兵役のために2年間ほど休業ということもよくるので、本人にとってもファンにとってもパクソジュンは本当にいい決断をしてくれたと思います。パクソジュンさんの性格はインタビューで自身のことを人見知りだと話しています。知らない人が多い中に入っていくのは得意ではなく、親しい友人と静かな場所で話すのが好きだそうです。ただ真面目で責任感が強い一面もあり、ドラマの撮影現場などでは主演として自分が現場の雰囲気を良くして良い作品作りをリードする責任があると感じていて、自ら話しかけに行くようにしているようです。こういったパクソジュンの努力もあり、共演者からは気さくで話しやすい、面白くていたずらっ子という声も上がっています。さらには彼女は綺麗だったのソンジュンの印象が強い人は冷淡な性格をイメージしてしまうかもしれませんが、実際の性格は大きく異なるようです。韓国のバラエティ番組に出演している時は常にニコニコと楽しそうにしていて、番組を盛り上げるようなシーンも見られるので
人見知りはもう克服しているのではと思ってしまいます。ここからは気になるパクソジュンさんの熱愛説について調べていきます。1人目はペクジニさん、2人は2013年 MBC 週末ドラマ金曜出てこいコンコンで共演して、ドラマが終わった後にも仲良しになったそうです。そして2014年にあるメディアからパクソジュンとペクジニが2年目の熱愛中という内容の記事を報道しました。該当記事は彼らが新人俳優であるだけに、交際事実を認めることは容易ではないが熱愛は事実だと伝えました。でも双方は熱愛事実を強く否定しました。でも2人がペアアイテムとみられる物品を着用している姿が繰り返しネット上に注目され、さらにパクソジュンさんがペクジニさんの家の近くに引っ越していったという噂まで広がり、熱愛説の疑惑は続いて浮上されました。でも女優ペクジニさんは2017年3月俳優ユンヒョンミンさんとの熱愛を公式的に認めて、パクソジュンさんとの熱愛説はフェードアウトされました。2人目はキムジウォンさん。ネット上で女優キムジウォンさんと熱愛説がありましたが、ハプニングで終わりました。熱愛説は2人がドラマサムマイウェイであまりにもお似合いの姿を見せたので、2人が実際にも付き合ってほしいという願望から始まったようです。そしてパクソジュンさんは付き合ってないですわらと伝えしました。そして彼は撮影する前にキムジウォンさんの前作だった太陽の末裔を見たり、撮影しながらもドラマのキャラクターについてたくさん話したそうです。個人的にはすごく良かったで、次も作品で会いたいという、ドラマを撮影しながら付き合った彼女ではなく親しい仲になったそうですね。3人目はパクミニョンさん。2018年7月27日女優パクミニョンさんと熱愛説が浮上しましたが、双方の事務所が即否定しました。あるメディアはパクソジュンパクミニョンニョンが3年目の熱愛中だと報道しました。メディアの報道以前から2人の熱愛説はファンの間でも熱い関心の対象でした。 SNS では2人がドラマ終了後結婚するのではないかというデマもありました。しかしこれは全て事実でないことが判明しました。双方の所属事務所はパクソジュンとパクミニョンは親しい仲間である、ドラマをみんな楽しく見てくれたようだ、報道された内容は事実ではないと立場を明らかにしました。高視聴率の中で放送が終了したドラマキム秘書がなぜそうかシンドローム青春スターの熱愛説はハプニングとして一段落しました。パクソジュンさんはこれまでに多くの有名女優アイドルの彼女の存在が報道されてきましたが、熱愛報道を認めたことは一度もありません。ちなみにこれまで噂されてきたのはペクジニさん、ヒョリンさん、キムジウォンさん、パクミニョンさんの4人です。一番最近彼女だと言われているのはパクミニョンさんですが、これも当然否定。しかし熱愛を匂わせるようなものが多くあり、もしかしたら付き合っているかもしれません。パクソジュンに現在彼女がいるとしたらパクミニョンさん、しかし実際はいない可能性が高いでしょう。パクソジュンさんの恋愛スタイルについてです。パクソジュンは2013年インタビューで、恋愛するとき一人の女性だけ見るスタイルと伝えました。そしてデビューしてから3年間恋愛してないと話しました。そして彼はデビューした後演技に集中したと、一度に2つを同時にしない性格なのでこの3年間恋愛経験が全くないと伝えました。そして公開恋愛については個人の好みによって決めなければならないことのようだと話しました。パクソジュンはいい人を会うことになったら所属事務所と家族、知人たち、恋愛する相手の立場を考慮して決定したい、相手が公開恋愛を許してくれば堂々と公開してデートを楽しむのも悪くなさそうだと公開恋愛についての考えを話しました。結婚観についてはパクソジュンさんを検索すると結婚が関連検索後に出てくるほど、パクソジュンさんの結婚について関心が高いですね。
パクソジュンさんは結婚してないです。そして今から結婚観について調べます。パクソジュンさんは2015年インタビューを通じて、結婚はいつもしたいとし、あえて遅く結婚したくはない、逃したくない人が現れればいつかしたい、特に赤ちゃんを見ると結婚したい気がするとの結婚観を伝えました。そして2013年のインタビューでは、結婚は運命のようだ、急に出くわす幸運や機会のように突然会いに来ると思うと特別な結婚観を明らかにしました。パクソジュンさんの自宅は豪邸なのかについてですが、パクソジュンさんは2018年2月にサンジリッツビルというマンションの一室を58億5000万ウォン、約5億8500万円で購入したことが報道されています。ここはチョンダムドンでもトップ10に入るほどの高級マンションで、地下5階地上16階でゴルフ練習場や映画館など様々な施設が完備されています。またパクソジュンは理想の相手について、会話が通じて何でも話し合える女性、さらに印象性格が良くて指が綺麗だったらさらに良いとコメントしています。今後の活躍も楽しみです。最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんはどう思いましたか？コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた。